人間は高性能なロボット、どう変わっていくんですかね、一日の仕事っていうのは。誰でも仕事一緒になるんじゃない、だからやること変わんなくなっちゃうんじゃない。人間が鍛えるべき能力ってどこになるんですか。好奇心ぐらいじゃないですか。学校ってもあんま行かなくていいんですかね、今後。チャット GPT とかですぐに答えが出るようなことを暗記させられたりするわけじゃないですか。でも楽しいものを暗記しておけばいいんじゃない。なんで好奇心が重要なんじゃない。